ダブルメインイベント第2章 A1 クラッシュファイトウェルター級タイトルマッチ3分3ラウンド、チャンピオン木村フィリップによるチャレンジャー近藤海生、自らの時代を築こうとするチャンピオン、新時代世代交代を迫るチャレンジャー、令和最初の壊し合いウェルター級タイトルマッチです。放送席解説は石川直樹さん、そしてゲスト解説武尊選手、さらにゲストには俳優の大倉士門さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。リングサイドではピーターズ、そして正人さんも見つめる中、さあ戦いのゴングを聞きましたウェルター級タイトルマッチ。さあ大倉士門さん、はい、まずはお友達と言っていいこの近藤海生がタイトルマッチのリング上です。そうですね、どんなお気持ちなんでしょうか。本日のメインイベント、いや先ほども LINE で本日の朝に志門君の前で負けてる姿を見せれないですと、そういう風な LINE を送ってきてくださったんで、なるほど、やっぱり彼なら何か起こしてくれる、この若さゆえん何か、うん、本当にバンクルワスじゃないけど起こしてくれるんじゃないかなと思ってます。ただですね石川さん、はい、木村のパンチ強い早いですね。そうですね、あの近藤選手もいろんな、ね、対策を立ててきたと思うんですけど、はい、想定内ではないと、想定外のスピードパワー力を持っているのは木村選手だと思うので、うんうん、左の、はい、右のストレートからよく見ています木村フィリップ実。さあ武尊選手、はい、この立ち上がりまず1分間ですね、はい、どうご覧になってますか。そうですね、実選手やっぱ速いですねスピード、うん、でも海瀬選手全然それ気にしてないというか、うん、あんまりそれにビビってないんで、今もいいジャブ当てましたね。左のジャブ2発から右のロー、はい、さらに前蹴りです近藤海瀬。これ武尊選手ファイターからご覧になって、はい、これ木村フィリップによる攻略するとしてる近藤海瀬どうですかね。いやでも今の戦い方すごい、なんとダウン最初に奪ったのチャレンジャー、トリフザコサに突き刺さったぞ。何か起こるかもしれない。さあ大越郷さん、これ効いてますね、はい、いや結構効いてます。ちょっとこれ海瀬が自分の流れに持っていってるようなそんな感じを見てみたと思うんですけども、残り1分半。さあ石川さん、はい、これとんでもないこと起こるよか。そうですね、もちろんここで近藤選手は気抜かないですよもちろんね。ただここで焦らずに本当にちゃんと集中をしてほしいですね。井上選手のパンチまだ死んでないですからね。そうですね、近藤は話しました、1回2回倒されても最後に勝っているのは僕です。ただチャンピオン木村フィリップ実は1ラウンド KO を宣言。ああ右がぐらついた、右が当たった、ぐらついた、右が面白いですね。まだでもこれ1ラウンド目なんで分かんないですねこれ。いや聞いてますね、海瀬選手結構聞いてると思います今。さあ木村が、暴君がにじり寄る右のストレート、ぐらついた近藤海瀬、残り30秒以上ある、もつれた、これはダウンはありません、ダウンはありません。どっちも冷静ですね、冷静ですよ。飛び膝は近藤海瀬、鼻から出血は木村フィリップ実。るお互い聞いてると思いますよこれ。左のフックは木村、残り30秒です、1ラウンド目ですから。右の飛び膝、先ほどは飛び膝で一つ最初にダウンを奪ったのは近藤海瀬です。左のボディフックは木村、まあ、武尊さん、はい、これボディフックがまた出るということは木村も冷静ですよね。そうですね、もうちょっと見た方がいいかもしれないですね。今空振りがちょっと多いんで、はい、空振りって結構スタミナロスしちゃうんですよ。残り10秒を切っています。第1ラウンド、ワンツー、嫌がったところ、ここで第1ラウンド終了のボムです。いやー、わかんないこれ、これは全くわからない。いや技が対照的ですよね、うん、蹴りと膝の近藤選手とパンチの木村選手で、お互いまだダウン取られて取られあってダメージあるけど、それでも冷静でいようとしてる、はい、っていうところが怖いですよね、うん、いやただ驚いたのがまずチャレンジャーの17歳近藤海瀬が先にダウンを取って、ファーストダウンが近藤選手とは思わなかったですね。そうですね、そして武尊選手、はい、これオープニングのお話いただいたんですが、はい、初防衛戦ここが一番きついところだと。いやそうなんですよ、僕もやっぱ初防衛戦毎回苦戦するんですよ。あの自分の実力を出すのが難しくなってくるんですメンタルが追い込まれて、だからそれその状況でも結果残せる人がまた残っていくと思うんで、ミノル選手ここはすごい勝負の時だと思いますね。そうですね、さあウェルター級のタイトルマッチ2ラウンド目を迎えます。いやタケル選手が言うからこそもう時間あって盛り上がるですね今の言葉は、ね、近藤海瀬が笑いました17歳、もう緊張感しかないですね。さあ2ラウンド目どういう立ち上がりを見せるか、この左のジャブ、あのジャブいいですよね海瀬選手は、うん、
そして膝です。第1ラウンドは左の膝で台を奪いました。そこに抑えかかる戦慄のブラジリアンフックだ。パンチでグイグイと前に出てくるのが木村フィリップ。膝を合わせられる度胸メンタルったらすごいです。一番危険ですからね。左右のボディです。これ向き合ってみれば石川さん、はい、なおさらでしょうね、はい、そのプレッシャー今日2人や、はい、そうですね。さあちょっと木村選手のペースになってます。さあボディが効いた。左のボディだ。左のボディでダウンを奪ったのは木村ヒップ。ボディが効いたな。ちょっといや立てるか。立ってきた。さあちょっとこれは迫る。ちょっと帰りたい選手はここで気持ち折れたらダメですね、うん、もうちょっと気持ちが折れちゃってるんで、これここはちゃんと自分の気持ち持ってかないと。いやついている。気持ちで勝ってほしいですね、うん。まあ逆に石川さん、はい、気持ちで言うとね、木村フィリップ稔一時期はそのメンタル面をね、指摘された時期がありましたよね、木村選手はこういうところでね、負けてきてるっていう経験をね、うん、してきた上で今この冷静な王者でいるわけですからね。それを乗り越えてベルトを巻いた。またボディーだ。地獄のボディーだ。悶絶近藤海星、立てるか。すごい。いやただ木村フィリップ稔なんとボディで悶絶 KO 勝ち。初防衛に成功。いやでもこれさすがの木村選手ですね。いやすごかったですね稔選手。武選手、はい、もちろん顔面を打って、はい、意識を刈り取って倒す KO もすごいんですが、はい、これある意味ボディで KO 勝ちというのもものすごいことなんじゃないですか。いや心へし折った感じですね。海星選手の若くて今勢いがずっとあった、一番勢いがある選手の気持ちを折るってやっぱすごいですね。いや木村選手がね本当に近藤海星選手を見、ね、下と見ずに、はい、リスペクトを持って対策を立ててたっていうのは、うん、見えましたね。はい、だから木村選手は怖くなったんですよね。いや怖い怖い、今の木村選手怖いですよね。まあ実は数年前も K1 甲子園チャンピオンとタイトルがかかっていない試合で、はい、木村フィリップ稔は相対して、KO を宣言してできなかった、だから自分の中でもあの時のけじめ、はい、求めて KO しなければいけないんだ、そんな発言がありました。そうですね、自分に課したテーマでもあったのかもしれないですね、まあ、1ラウンドで KO はできなかったんですが、2ラウンド目で、はい、まあ、まさかこういう形で KO するとは思いませんでした。そうですね、結果としては、ね、ダウン取られてしまったんですけど、プロとしてですね、ダウンを取られた後に圧倒的に KO したっていう経験キャリアは木村稔という男の魅力価値をまた一段と上げましたよね。そうですね、いやそして小倉志門さん、はい、近藤海星散りましたね。いや散りましたけどやっぱりもうこれはもう圧巻ですよ。さすが木村選手だなっていうのと、やっぱり海星にとっても本当にプロになって、まあ、4戦目にして本当に負けを今知っておいてよかったのではないかなっていうのは、なるほど、自身も思いますね。今まで知らなかったっていうのもありますし、近藤海星はプロ4戦目で初黒星です。憧れの木村フィリップ稔選手がやっぱりまだ憧れのままだったっていうのも、今後彼がどんだけ強くなるかっていうのもかかってくるんじゃないかなと思いますね。逃げなかったですね最後までね、近藤海星は。そして見事 KO 勝利した木村フィリップの腰にこのウェルター級のベルトが戻ってまいりました。先ほど途中で話したんですが、石川さん、本当に木村フィリップ稔は弱い部分があった、脆い部分があった、はい、そこを乗り越えて強いチャンピオンになりましたね。そうですね、そのあえて言うと、ね、負けっていうのをその失敗と捉えると、その失敗を全て自分の糧にして、自分の実力、魅力に変えて今このリングの上で堂々と輝いてますよね。そうですね、いやかっこいい、本当かっこいい。前回ジョーダン・ピケ王に階級を超えて戦って敗れた時に、負けた時に
増やしてなかったそうです。そこを糧にしてもう一回俺は上に行ってやろう、前向きな気持ちになれたそうですね。はいはい、出ましたよね。皆さん、応援ありがとうございました。まず一度、こんだけ、下馬評で不利なもうアンダードックな相手として組まれて、僕一回意識飛んだんですけど、そこまで、家族みんなで切磋琢磨して僕に勝つために仕上げてくれた、近藤選手はじめ近藤選手の、ジムであったり家族の皆さんに、ちょっと皆さんからも今一度大きな拍手を送ってほしいです。正直今日僕はそれで防衛できたことより、試合中すごい彼が強くてすごい必死になりました。いい経験ができました。世界に行くにはまだ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 足りないですね。今日はいい勉強になりました。近藤選手のことが改めて好きになりました。彼のこれからの、格闘家としての未来も見守っていきたいと思います。でまたどっかで試合できたらいいなと思ってます。近藤選手、家族の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。最高のファイターなんで、これからも一緒にチャンピオンを目指してやっていきましょう。よろしくお願いします。で、ちょっと今日は、まあ、こんな感じだったんですけど、これからちょっとみんなの前でもっともっと試合をしていきたくて、両国国技館大会も僕出ます。対戦相手は、まあ、後日発表という形になるんですけど、 K1 両国国技館大会で僕が大暴れするところを見に来てください。ぶち上げます、会場を任せてください。皆さんまた来てください。ありがとうございました。なんと6月の両国大会に出ますと宣言しましたよ。見たいでしょこの試合を。見たただね、ちょっと本当かどうかまだ分かんないですけど、ダメはね、しちゃったダメージはきっとね、とてもこういう魅力のある選手だからこそダメージに対してはね、ちょっと慎重になってほしいから、ね、見たいですけどね、はい。さあ、そして、本日解説席に入っていただきました武尊選手、はい、今大会いかがでしたか。いやー、やっぱ最後はこうやって締まると、やっぱ大会全体もやっぱこういい大会だったと思いますよね。だから稔選手 このメインイベンターとして の締め方は最高だったんじゃないですかね、うんうん。さあ、そしてゲスト入っていただきました大倉志門さん、はい、いかがでしたか。いや、僕本当に本日初めての解説だったんですけど、やっぱ最後の木村選手と近藤選手の戦い、もう本当自分自身熱が入りすぎて何喋ってるのか分からなかったんですけど、むちゃくちゃ今日一日楽しかったです。本当にありがとうございました。いや、石川選手、本当に今回も詰まった大会になりましたね。そうでしたね、もう最高でしたね、はい。それではそろそろお別れの時間です。解説石川直樹さん、そして武尊選手、ゲストに大倉志門さん、お三方ありがとうございました。ありがとうございました。